203cm、ジョシュ・ペッパーズは 200cm。 さあライオンズからボール動いてワイドオープン、さあここから前田、このシュートは落ちるがオフェンスリバウンド、セカンドチャンス、阿部のスリー決まる。さあ今日はアウトサイド2本目ですね。と警戒しているんだと思いますね。そうですよね、はい、これから金丸自ら行った受けますんで、少しディフェンスを強化しようというところでしょうね。金丸、これも難しいシュートですよね、今のも、ね、三河がボールコントロール、クロック10秒、川村からクリス・ジョンソン、外、スリー打ち抜いてきました、先ほどインサイドの、さあ、ダバンテガードナーにレオ・ライオンズがついている、一つ指示を出して、ワンハンドダンク、落ちる。ここはみんなで守った感のアルパヤマ、そして葛原、そしてこちらは速いボール運び、長野からガードナーへ体をぶつけながら、やはり三河攻撃が安定してますね、破壊力ありますよね、はい、ガードナーへ、油断しているとこのガードナーも3ありますもんね。クリス・ジョンソン、なかなかスコアが伸びていきません。三河、ガードナー、困った時はこの人が行くのか、桜木に合わせる、ガードナーから桜木へ、ライオンズよくジョンソン守りました。今クロック5秒、外に張ってジョンソンロング2、これは2ポイントです。ボール動かしながら6秒5秒、ライオンズ打とう、金丸、あとここはファンブルしてしまった、前田決めた、素晴らしい、ゴールだ、ガードナー選手がブロックに来てるんですよ。この分厚い壁をものともせずに、そしてどう守るか、ゴールしたジョンソンへ、やはりの糸を通すような決まって同点で、2投目決まって76対76、逆転はできるだけ下げたいので、スリーポイントで2投目も成功、ライオンズ、ライオンズが行く、